アメリカ空軍 F-16 戦闘機1機が、韓国の米軍基地付近で、謎の墜落をしたとの情報をキャッチしました。今回は、この韓国での不可解な F-16 戦闘機墜落について見ていきますね。F-35 戦闘機ばかりに注目が集まっていますが、F-16 の古さもかなりのものです。日本では、大型連休の真っ最中であった今年2023年5月6日の午前9時半過ぎ頃、韓国の軽軌道の平沢市方上遊楼河原里の農業用地に、在韓アメリカ軍の戦闘機 F-16 ファイティングファルコン1機が墜落する事故が発生した。短座であるこの F-16 ファイティングファルコンには、操縦士1名が搭乗していたが、幸いなことに、同機体の墜落の前の段階で脱出に成功しており、その意味での人的な損傷は発生せず、当該の操縦士も近隣の医療機関に収容されたという。ただし、ここで墜落した F-16 ファイティングファルコンは、墜落現場となった農業用地で炎上し、機体のほぼ全てが損壊した状態になったとされ、これも幸いなことに、他への炎症等はなく、民間人への二次被害も報告されていない。今回墜落事故を起こした F-16 ファイティングファルコンは、韓国に駐留するアメリカ空軍の第8戦闘航空団に所属する機体であると、同軍も認めており、墜落現場付近を同軍が封鎖して、事故原因の調査に当たっているという。こうしたアメリカ軍機が、墜落事故を起こした場合、例えば、それが、日本の沖縄等で行ったものであれば、もともと、反米や反米軍基地を掲げて活動する団体等による、激しい抗議活動が行われるであろうことは、想像に難くない。ただし、個人的に、今回のニュースを、日本のインターネット上で、少し検索した限りでは、韓国側から、この事故を報じた記事を見つけることは叶わず、現時点での韓国側の見方や主義、主張を垣間見ることはできなかった。在韓アメリカ軍の F-16 ファイティングファルコンといえば、先月4月8日には、タイに派遣されていた1機が、韓国への帰島中、日本の宮古島の南方の海上で、機関部にトラブルが生じ、同島の下地島空港に緊急着陸する事態も発生している。F-16 ファイティングファルコンは、機関部は1機しか搭載していない単発機であるため、その時のトラブルでは、緊急回避策として、下地島空港に着陸を行うしか、選択の余地はなかったとも言えそうだが、日本での報道は、総じて批判が多かった。下地島空港には、機関部にトラブルを起こした1機と、その両機の合計2機の F-16 ファイティングファルコンが、緊急着陸を行ったが、その8日後の4月16日朝まで、同飛行場に止まっており、まず、その期間の長さに、沖縄の地元マスコミの批判が集まった。F-16 ファイティングファルコンの機関部のトラブルからの緊急着陸自体は、ある程度は致し方ないとしても、その後8日もの日数を費やして、その場に止まったことが、下地島空港の従来の日本政府との使用目的の合意に反するという理論だった。宮古島の下地島空港は、アメリカから日本政府への沖縄返還と同時期である、1972年から建設が開始されたが、その返還前年の1971年に、当時の琉球政府のトップの屋良氏が、日本政府との間に、その使用をめぐる覚書を交わしていたことで、知られている。その覚書では、下地島空港は、原則として、民間航空機以外の機体の乗り入れを認めないことが、謳われており、さらに、返還後の1979年には、西銘沖縄県知事もこれに倣い、日本政府と同様の内容の確認書を交わした経緯があった。こうした下地島空港をめぐる、これまでの日本政府との覚書や、
確認書の内容に照らして、今回の在韓アメリカ軍の F-16 ファイティングファルコンの着陸は緊急事案であることは認めつつも、8日間という日数の長さに疑義を呈していたと言える。さらに、当該の F-16 ファイティングファルコンをはじめ、今回、下地島空港に緊急着陸した2機が、4月16日朝に、ようやく離陸した後にも、複数のアメリカ軍の航空機が、その後、処理のためと称して飛来したことを問題視する記事が、多数見受けられた。4月16日には、まず、午前中に、アメリカ軍の C-12 輸送機が、下地島空港に到着し、F-16 ファイティングファルコンの機関部のトラブル対応に、整備の担当者10名を回収。さらに、夕刻には、MC-130 特殊作戦機が、修理機材の回収を行ったとされている。これらの動きについて、沖縄本島の主要なマスメディアでは、下地島空港をめぐる、これまでの日本政府との覚書や、確認書の内容に抵触する行為だというニュアンスで記事にしており、なし崩し的に、同空港の軍事利用が進められたと言いたいのだろう。興味深いのは、日本で在日アメリカ軍を批判する勢力は、それと等しく、日本の自衛隊も、同様に、基地や拠点を築く場合や、今回の宮古島の下地島空港の使用等まで含め、日本が国家として行う、すべての軍事関連の件に、等しく批判を実施する点だ。こうした思考は軍事機器と言ってしまえば、聞こえはいいが、その未反米を根幹に抱えた、偏狂なイデオロギーに基づく、政治的な主張に過ぎず、まさに、冷戦構造下で、アメリカの核の傘に隠れただけの立ち位置の平和を、自ら確立したものと錯覚しているとしか、言いようがない。逆に、韓国は、それが、日本にとって、いいことなのか否かは、別問題だとしても、反米を基本に掲げる革新政党は、在韓アメリカ軍に、駐留を否定する代わりに、自国軍による、国家の防衛を唱えており、その意味での軍事力の増強には熱心である。これは、かつての朝鮮戦争を経験した国家として、未だ、同戦争は、形の上では休戦状態であり、いついつ地続きの北朝鮮が攻め込んできてもおかしくないと考え、その抑止のためには、自国軍を増強するべきとの、現実的な政治判断が、背後にあるのだろう。日本にとっては、こうした考えの革新政党が、韓国の政権を担う形は、政治的には好ましくない、ことは言うまでもないが、その根底に抱えるものが、自国の独立は、自国の軍隊で守るべきとする思想には、一理あると個人的は、思えてしまう。さて、今回の韓国での在韓アメリカ軍の F-16 ファイティングファルコンの墜落事故に、話を戻せば、当該の機体は、アメリカ空軍の第8戦闘航空団の所属機で、同部隊は、韓国の全羅北道郡山市の軍山空港に、駐留を行っている。在韓アメリカ軍は、これ以外にも、軽機動平沢市の烏山空軍基地にも、第51戦闘航空団が駐留を行っているが、第8戦闘航空団も含め配備されている戦闘機は、すべて F-16 ファイティングファルコンの一機種のみとなっている。アメリカ空軍は、通算では、2000機以上の F-16 ファイティングファルコンを調達してきた歴史を持つが、いわゆる第5世代戦闘機である F-35 ライトニング 2A 型の開発が当初の計画通りに進めば2020年代中にそのすべてを代替する予定だった。しかし F-35 ライトニング2の開発が当初の予定よりも大幅に遅延したためアメリカ空軍は一部の F-16 ファイティングファルコン延命措置を余儀なくされ同機の設計時の寿命だった。8000飛行時間を
1.5 倍の12000飛行時間へ延伸している。この飛行時間の延伸にあたって、機体そのものの構造の改修と、新型の AN/APG-83/SABR/AESA レーダーへの換装が行われているが、今回の墜落事故は、こうした物理的な飛行時間の延伸に起因するのではないかとの憶測も囁かれ始めている。実際の墜落事故の原因は、今後、アメリカ空軍が調査報告をまとめた上で、しかるべきタイミングでアナウンスされるのだろうが、経年劣化や金属疲労が原因だった場合には、在韓アメリカ軍の配備機の見直しも検討されるかもしれない。F-16 ファイティングファルコンは、いわゆる第4世代戦闘機としては、西側諸国を中心に、世界20カ国以上で採用、運用されている機体だけに、その今回の墜落事故の原因解明については、多数の採用国も注視していると思われる。